ちの山本誠司です。習得が難しい、上達に時間がかかると言われているゴルフスイングを、人間が本来持っている能力を利用して劇的な効果を体感できる練習法を紹介したいと思います。今から3分、これを見れば絶対ゴルフが上手くなる。今回はロングパットの秘訣を伝授します。どのホールにも最後に必ず待ち構えているパッティング、ここでのミスは取り返しがつかず、その後のラウンドにもダメージが重くのしかかります。そこで今回はミスの確率を減らし、正確なパッティングが身につく練習法を紹介していきたいと思います。まずテイクバックでは距離にかかわらず常に小さく鋭く振ることを重視します。ちょっと私のパッティングをご覧ください。いかがでしょうか。今見ていただいた通り、これだけ小さなテイクバックでも力加減一つで5メートル、10メートルと同じように打ち分けることができるんです。通常ロングパットをする場合、強く打とうという意識が出てしまい、テイクバックを大きくしてしまいがちです。するとその分ミスする可能性が増えてしまうんです。そのため小さく鋭くを心がければコンタクトミスも起こりにくく、正確なパッティングができるのです。それではテイクバックを小さくする練習法を紹介していきましょう。まず水が入ったペットボトルを用意してください。あとはキャップをカップ側に向けて、両足スタンスの真ん中にボトルの底が来るようにセットします。あとは底をパターでたったこれだけ。意識するのは小さく鋭く振り抜くことだけ。距離感はテイクバックの大きさではなく、打つ時の強さでコントロールするようにしましょう。私は理想のパッティングとは、強いボールを打ち、自分でラインを作っていくことが一番重要なことだと考えます。これがロングパットの秘訣の真実です。ぜひ皆さんもやってみてください。